ぶりに会った気がするぞ。エレン、何かひどいことはされてない？体を隅々まで調べ尽くされたとか、精神的苦痛を受けたとか。ねえよ、そんなことは。あのチビは調子に乗りすぎた。いつか私が叱るべき報いを。まさかリヴァイ兵長のことを言ってんのか？おいガキ、ペットボトルは分別して資源ゴミに捨てやがれ。やーリヴァイ、今日もナイスなハリセンさばきだね。さすが人類最強の男。黙れこの貴公子。やっぱりこの人が人類最強の力が弱ってる。力ずくで奪える。